少々都帰り。最小の領国加瀬野省でしばらく休養していた成常は、ようやく体力も元通りになり、そろそろ気候も良くなってくるので、都に帰ることを思い立った。治承三年正月下旬、肥前加瀬野省を出発した。早春とはいえ、まだ海は荒れ模様で、島伝い、裏伝いの航路を続けて、備前の小島に着いたのが、2月の10日頃であった。父成親のゆかりの場所、有木の別所は、ここからほど近い。今は遺跡となった家を訪ねてみると、障子や唐紙には、成親がつれづれのままに書き記した跡が残っていた。安元三年7月20日、出家。同26日、信年下校とあるところで、少々は初めて、源左衛門の城、信年がここを訪ねたことを知った。また、そばの壁には、三尊来光頼りあり、九品往生疑いなし、とも書かれていて、今更に、父が最後の時まで、権愚浄土の念を捨てなかったことも知った。これほどありありと、当時を忍ばせてくれる形見があるであろうか。もし、父上が書き置いてくださらなければ、何もわからなかったかもしれない。ありし日が、そのまま蘇ってくるような筆の跡を、何度も何度も読み返しては、少々も、安よりも、涙を拭うのであった。成親の墓は、およそ墓というには、あまりにも貧弱な、ただ少しばかり土が盛られてあることで、それと知られるだけであった。少々は耐えられなくなって、土の上に膝をつくと、まるで成親が傍らにいるでもするようなように、話しかけるのであった。都を離れたところで、帰らぬ人になってしまわれたことは、風の頼りで聞きましたが、なんせ自由にならぬ島暮らし、すぐにでも、おそばに急ぎはせ参じたいと思いつつ、とうとうここまで打ちすぎてしまいました。この度、どうにかこうにか生きながらえて、再び都の土を踏むことになった嬉しさは、格別でございますが、父上が生きておいでで、お目にかかれると思えばこそ、命を長らえていたわけでございますが、このようなおいたわしいお姿になってしまっては、私も、都へ急ぎ登ろうという気もなくなってしまいました。それにしても、あまりに情けないことでございます。さめざめと涙を流し、いろいろに書きくどくのだが、苔の下からは答えるものもなく、松風の響きだけが、静かな山の空気を震わせるだけであった。その夜は、一晩中、墓の周りで念仏して、成親の霊を慰め、翌る朝からは、新しく土を盛り、柵を作り、前には狩り山で建てて、どうにか墓所らしい体裁を整えた。その中で7日7晩、念仏し、経を書き、満願の日には大きな外場を建て、過去少量、出離生事、正代母代と書き、年号月日の下には、孔子成常と署名した。年月は経っても忘れられぬものは、年頃育ててくれた父母の恩であり、今さらに夢、幻のごとく思い出され、尽きぬ恋しさばかりが残るのである。それにしても、これほどまでに父を思う少々の心が、亡き成親の霊に通じないはずはあるまい。まだまだ念仏をいたし、おそばにも降りたいのですが、
都には母上をはじめ、待つ者も多くございますので、また必ず参ることにいたします。と、そこにある人のごとくに暇を告げると、泣く泣く出立したのである。